コルトトレーン超入門のパート3をいいいきたいと思います第1回目ではコルトレーンの楽器についてテナーサックスですよとあとその他の楽器も吹いたりしてますよという話をし第2回目はコルトレーンの命日のお話をしました4月17日と。では 肝心なコルトレンの音源まだ紹介してなかったので、えー、まず最初にこれ聞くといいんじゃないかなという音源を、アルバムを紹介したいと思うんですけれども、まあいろいろね、諸説あって、いや、これがいい、これもいい、あれもいい、これもいいって人によって全然あのおすすめ、最初の1枚のおすすめアルバムは違うと思うんですけれども、えー、私はですね、ジャイアントステップスを今回おすすめしたいと思っております。 あのね、他にも、ね、いろいろおすすめのアルバムたくさんあるんですけどありすぎるんですけれどもコルトレーンの凄さコルトレーンの、まあ、スタイルでどんなテナー・サックス奏者だったのかということが一番分かりやすいのはこのジャイアント・ステップスというアルバムなんじゃないかなと思っていますで、まあ、例えばねこのアルバムじゃないやこの動画のサムネイルに私ブルートレインの ジャケッットを使っててるるんんでですすけけけれどども、ね、ペタッと貼り付けてるんですけどこれブルーノートから出ているアルバムねブルートレインこれ私大好きなアルバムでこれもね代表作として選びたいなと思ったんですよ初心者向けの初心者とかこれからコールトレイン聞いてみようと思った人ただ管楽器が3人参加してるんですねあのコールトレインはテナーサックスなんですけどその他トランペットで ね、参加してる、まあ、リー・モーガンがいたりとかあのカーティシュフラートロンボーンだからトランペットテナーサックスあとねトロンボーンの三冠が三冠三冠三冠が参加しているのでちょっとあの一人一人アドリブ取ってるので演奏時間が長く なっちゃってもしかしたら飽きる人がいるんじゃないかなっていうことが一つと管楽器の音色が区別つかねえぞっていう人ももしかしたらいると思うので、まあ、トランペットの音高い音がトランペットねとか低い音があでももわーっとしたのがトロンボーンででまあ低いトランペットよりは低い音だけれどもちょっとトゲトゲしい音がエッジのタットがコルトレーンねって説明すればわかると思うんですけれども、まあ、コルトレーン率がね まあコルトレーンのアルバムでコルトレーン濃度はとても高いんですけれども演奏時間に対してのコルトレーンのサックスが鳴っている時間の比率がまあジャイアントステップスに比べると短いということもありですねまあブルートレーンに関してはまた今後紹介することとしてですね今回はワンホーンカルテットっていうんですけれどもねつまりワンホーン1本だけの管楽器が演奏している4人編成のあの カルテッットト人編成のバンドというか、ね、ユニットそれをワンホーンカルテットっていうんですけれどもあのカルテットっていうのは4人編成ってことですよねでピアノトリオつまりピアノとベースとドラムがバックについてこれ3人ですよねプラス管楽器奏者が1人 とということなので1人ワン,ですよ、ね、ワンホーン1人の管楽器ワンホーンのカルテットの,のコルトレーンが一番、まあ、コルトレーンというステナーサックス奏者の,あの音色だったりとか吹き方がすごく分かりやすいフォーマットフォーマットっていうのは編成だと思いますのでこれを選びました。と同時にですね私自身 これを聞いてコルトレーンすげーと思ったんですね。それ以外にも,もう何枚かコルトレーンが参加しているアルバムは聞いたりとかコルトレーンがリーダーのアルバムを聞いてはいたんですけれどもいまいちピンとこなかったというよりむしろみんなコルトレーンすげーとかコルトレーンは最高とかコルトレーン素晴らしいって言ってるけどどこがいいねんってむしろ思っていたぐらいだったんですね。私のジャズ初心者の頃は。で 良さがまあすごく悪の強いテナーサックス奏者だなあということは分かったんです結構主張が強い人だなとは思ってたんですけど好きか嫌いかとなるとあんまり好きなサックス奏者じゃないよねでもみんながコルトレンいいっていうからまあ私も聞いてみるかぐらいな感じでまあ 仕方なく聞いていてた私がですね、このジャイアントステップスを聞いてですね、すげえって思って以来、評価が180度反転したという思い出もあるので、もしかしたら私と同じように、コルトレーンってどこがいいんだかちょっと分かんないねーなんてピンとこないよねーという人は、このジャイアントステップスを聞けば、もしかしたらコルトレーンの かっこよさすごみみたいなものを体感してもらえるんじゃないかと思いまして、まあ、最初の1枚ということでジャイアントステップスを上げさせていただきましたまあ難しいこと相当難しいことやってるんですけれども、まあ、これはあの後ほどというか蝶、まあ、がつくコルトレン入門なのでねあのもし機会があれば、あのー、細かく あのコルトレどこがすごいのかっていうお話をまた別な動画でしていこうかなと思っているんですけど今回はまずは聞いてくださいとす,すげえだろうって <laughs> 聞いて圧倒されてください特にあの楽器やってる人とかはねあ例えばあのギターやってる人ってあの ギターやってる人の多くは特にロックギターとか好きな人とか聴いてる人とかだとやっぱり早弾きっていうのに憧れる人が少なくないと思うんですよねすごい速度で あのメロディーをパラ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 弾きまくるギタリストかっこいいって思ってそれでギターを始めたという人も多分いらっしゃると思うんですけれどもまあジャカジャカバックで伴奏するギターがいいと思って歌がいいと思ってその伴奏楽器としてのジャカジャカギターでギター入った人もいると思うんですけれどもそれとは別にこうソロの旋律ですよねあのインまあギターソロがすごい流暢に。 バカテクでですごいスピードで駆け抜け抜ていくもうそれに圧倒されて俺もこんな風にギター弾きたいなと思って,てる人、まあ、いわゆる早弾きそれで、あのー、ギター入った人がいるようにこのテナーサックスの早吹きって言うんでしょうかねもう圧倒的なもうテクニックでもう有無を言わさないぐらいのですねもうスピードに乗って ものすごいスピードで駆け抜けていくこのコルトレーンのですね凄まじさみたいなもので逆にですねもう心地よいぐらいなんですよね全く破綻がないので本当にもちろんねこのジャイアントステップスとかはかなり、ね、音楽的には高度なことをやっているんですよだけどあのそんなことまであのね 気にする必要はなしにですねまあとにかくこのスピード感速度の快感でどん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 音を埋めていくこの圧倒的なこのモリ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 とどんどん吹いていくバイタリティみたいなものに感動してもらえればと思いますで同じような理由であのカウントダウンって曲もあるんですけれどもね このカウントダウンもまた素晴らしいんですよ、まあ、いわゆるギターでは早引きですよね、もう早吹きしてますから、すごい勢いでもうブリ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 リ吹いていますので、こんなに吹いて疲れないって思うぐらいですねコルトレーンはあの吹きまくっていますよね、だこれがねやっぱりコルトレーンというテナーサックス奏者の真髄というか本領発揮なんじゃないかなと思うんですよね。 なので、まあ、もちろんバラードとか後、今度また別の動画でコルトレーンのバラードも紹介する予定ですしやっぱりコルトレーンはバラードよねという方々もいっぱいいらっしゃることは分かっていますけれどもも,もちろん、ね、コルトレーンのバラードも良い作品はあるんですけれどもやっぱり、ね、コルトレーンの本質というかこのテナーサックス吹きの、まあ ま、中心部みたいなものはさっき私こんなに吹いて疲れちゃわないのって <laughs> 言いましたけど普通の人だったらもうヘロヘロになっちゃうぐらいなことをもうあ全然疲れた顔も見せて疲れてるのかもしれませんけどもね圧倒的なバイタリティでもう機関車かの,かのごときにもうドッスンドッスン進んで突き進んでいくこの力強さパワー。もう ほとん波の人はもう無理だよっていうぐらいのですねものすごいド根性というかですねもうどん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 音でズン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 迫ってくるこの迫力それこそがコールトレーンの,あの他のサックス奏者とは違う特徴なんじゃないかなと私は思っているんですねなのでそういうコールトレーンのパワフルさで圧倒的なもうテクニックを 味わえるとしたたら、まあ、他にもたくさんいいろろおすすめアルバムもあるんですけれども、まあ、バランス良い形でしかもワンホンカルテットコルトレーンのサックス以外の管楽器が聞こえないが参加していないという形でうまくまとめられているのがこのジャイアントステップスだと思いまして、まあ、最初のアルバムは全く聞いたことがないよという人はまずここら辺から入ってくれればコルトレーンというテナーサックス奏者どういう音を鳴らす人なのかどういう サックスを吹き、どういうスタイルで吹いている人なのかということがすごくわかるんじゃないかなと思いますね。あとさっきまあバラードがいいという人も一定数いるという話をしましたけれども、最後にね、あの奥さんに捧げた、まあ、ナイーマという曲が入ってるんですね。まあ、当時昔はね、私若い頃はね、学生時代みんなでネイマネイマって言ってましたし、あの カカタカナ表記でもネイマになってましたけど最近だとナイーマと表記されることが多いのでナイーマにしましたけどナイーマということにしますけれどもこれはとっても、ね、素朴なシンプルなブルースじゃ,ブルースじゃないねバラードなのでブルースじゃないですよバラードでブルースはミスター PC という曲が入ってますねマイナーブルースそっちはブルースなんですけれどもあのすごく静かで シンプルでもうすごい飾りっ気のないで美しいバラードこれコルトレーン作曲というかこのジャイアントステップスは全曲コルトレーン作曲なんですね多分初めてのアルバムなんですよコルトレーン全曲作曲のそういったところからもコルトレーンの,あのすごく特徴がよく表れているアルバムだと思う私が思っているの一つではあるんですけれどもまあこの「ナイーマ」という曲もコルトレーンが作曲した曲で非常にですねあの 美しいい曲だと思いますねでずっと亡くなる前直前ぐらいまで演奏し続けた曲ではありますね。まあその頃はねあの離婚して別な奥さんが自分のバンドでピアノ弾いてましたけどね。まあでもやっぱり自分自身コルトレーン自身は とっってても気に入っていた曲なんでしょうね。ずっと演奏し続けられたこのジャイアントステップスに吹き込まれたないまが初演でそれを皮切りにずっと後々もですね何度も演奏し直された曲が入っていたりするということも、まあ、この アルバムを進める理由の一つですねまあ、個人的にはですねこのアルバムに収められているちょっとスカスカでなんかもう1音ぐらいあもう一楽器あってもいいんじゃないのぐらいに思わせるぐらいの抜き具合ちょうど風通しのいいぐらいのこのナイマがの演奏が私はとても好きですけれどもね、まあ、そういう 感じあと、さっき言ったブルースですよってミスター・ピーシーって、ね、これマイナーブルースの、ね、ミスター・ピーシー、これももりもりモリモリすごい勢いで,です、ね、テナー・サックス吹きまくっているので、まさにこのジャケット通りですよね、本当、このジャケットの写真見ながら聞くといいんじゃないですか、このもりもり吹いていると、もうすごい勢いで、圧倒的なブローっていう言葉が、まさにぴったりのアルバムだと思いますので、 まあ、ぜひジャイアントステップスは聞いたことない人は聞いていただきたいですし、まあ、もう耳タコだよっていう人もですね、まあ、私も実はそうなんですけれども耳からタコができる耳にタコができるほど聴きまくっているよという人もジャズファンには多いと思うんですけどあるいはコルトレンファンには多いと思うんですけどそれでもなぜか聴いちゃうんだよね。で聞くと あはいはいはいもう,もう歌える歌いもう口ずさめるぐらい聞いてるわもうここで何が来るかどこでどうなるかも全部わかってるなんて思いながら聞いていても結局ですね引き込まれてしまうでもう場合によっては最後まで聞いてしまうっていう圧倒的なこれ音楽のパワーなんですよね本当にもう世代を超えてもう年代を超えて時空を超えてですね こうそのパワーが封じ込められているんですよね録音されたのがこれ1959年なんですけれどもねもうだいぶ大昔ですよね <laughs> だけどもう半世紀以上のもう優に半世紀以上の,のですね時間をもう経てそれでもあの21世紀のね今聞いていても。 1959年に封じ込められたコルトレーンの圧倒的なパワーがですね、聞くたびにですね、回答されて、我々のハートをぐわっとね、わしづかみにするような力強さがあるのでですね、まあ、この1枚は外せませんね、ジャイアントステップスはね、すごいアルバムだと思います。まあ あの細かい解説とかね一曲一曲についての分析とか考察っていうのをもちろんねすればキリがないんですけれどもまあ一応ねあの入門なのでもし機会があればあのそういうジャイアントステップスがなぜすごいのかみたいな話も後々するかもしれませんけれどまずはジャイアントステップスというアルバムを聴いて圧倒されてほしいなと思っております。 ということで、えー、今回はジャイアントステップスを紹介させていただきました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。